はい、こんにちは。こんにちは。えー、サバンナヤギと松野広之の YouTube ラジオです。どうぞよろしくお願いします。私の方でこれ水曜日、えー、ヤギくんの方で土曜日に配信しております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。あの、この間から出てきてる浜本さんの。今ちょっとこの空いてる時間に見てんかやおうん。かキャンプ行ったはったん そそうそう,そう、浜本さんの YouTube のね、うん、キャンプ、うん、あのキャンプ場前、俺らが行ったとこちゃう俺、その回見れてないねんけど、それ誰と行ってる回やろ、浜本さんと<や>芸人は。あの、声しか聞こえへんから、はははいはいはい、はい、ちょっと映ってんねんけど、あんまあ分からへんねんか、うん、うん、なんか芸人さんかどうなんか分からへんけど、俺らが焚き火やったとこ、なんかぽいねん、なんかこの、焚き火があって、<ー>こう一個ずつ。 はい,はい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 。はいで、びわごはンやし、ちゃうかなと、どうやろう分からへんねんだけど。でもあれやな、一つ言えることは、あの、YouTube 見てて、そういうキャンプのやつ見て、自分が行ったとこやったらめっちゃ嬉しいな。めっちゃ嬉しい。っていうかさ、あ、あのー、あれ、あのー、最近さ、うん、あのーえー、キャンプに行ったはる、うん、動画の人にコメントとかしてんねんけど、はいはいはい。こちょっとれうんうん、れしいね。 か来たあ大大丈丈夫、夫あのえっとムッシュチャンネルっていうのがムッシュさんがやんねんなで京都の笠置キャンプ場によう来てはんねんおお笠置近いでうち実家結構そうそうそうでその人があのちょうどこう1,000人登録数1,000人声張ってんかこのお芝居にその直前直後ぐらいに俺コメントしてて うん、ちょ返してくれはってちょっとうれしいなと思って。<laughs> でもそれって返してくれてて、そのムッシュさんっていう方ともしキャンプ場で一緒になったら、ああ、こんにちはって言うて、楽しそ,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 そうやな。で、あのーなん、なんていうか、千人ライブ配信とかもしたはって、そういうふうな感じで、しかも関東が多いやん、やっぱり。例えば富士山のふもととか。 でもその関西、まあ、言うても関東までなかなかキャンプで行けへんから、えー、関西でその行ってはるところとかが、あのー、分かったりとかして、まあうん、そこにあこういうキャンプ場なんやっていうのがまずそこでまず下調べできるやん YouTube とかで。で行っん、うんえー、ここでなんか撮影してたなとか。 なんか撮影中を訪問するたびみたいなのあるやん,なん、<laughs> 映画のわかる,かる,かるああいうふうな感覚でちょっと聖地巡礼みたいなね、そうそうそうちょっと楽しいなと思って、うん、いやだからね、俺、それで言うたら、なんかあのー、YouTube って俺前、俺、よいこれで言うんだけどその、めっちゃ売れてる人だけのもんじゃなくて、そういういろんな使い方があって、そそそそう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 でうち、いいなと思ったのが。 うちの兄ちゃんとその嫁さんが行ってる居酒屋さんがあるんだけど、平方のほうに。で、そのひ方のあの居酒屋さん、海鮮居酒屋みたいな感じだけど、そのマスターが釣りに行くらしいのよ。うううんうん、うんで、釣りに行って、その YouTube 上げて、それを食べれるらしいのよ。はい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 、はいはい、その釣ってるところから自分が経験したみたいな感じで食えるわけんんそそそそう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 、う同じかかかどうか分からないけど、け <laughs> <laughs> そう なんかその砂漠とかも YouTube 上げててで兄ちゃんはその居酒屋さんにも行く,行くし、うんあのー、自分で釣りしてその YouTube 見て砂漠熟成刺身とか,なんかそういうのやってたね。や、ほんまさこの、えー、と今って、まあ、僕らもその魅力を感じるもんってさ、ストーリー性やと思うねんな。うん ははははいはいはい、はいだから、その単純に居酒屋へって魚が出てくるんじゃなくて、その魚釣るところ、さばくところが、それが見れて食べれたら、やっぱりそこのストーリーで自分が入っていけっから、は、うん、はい、はいい、ね、面白知識、詳しになるしな、これはどういう魚やとか。うん、そう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 、だから、うん、結局その、ヤギとかの,そのネタとか、漫才とかもそうやろうけど、うん、そこの、うん、作るところ、工程は見せてへんやん、基本。はいはいはい で僕らかって舞台までのところは見せてへんやんかはいはい厨房ねいわゆる厨房、ね、厨房厨房そうそうそう、うん、それがやっぱりあのー、見たい僕も見たいしう,ーんうんなんかあのー、そういうのはみんな期待してはんやろうなーって思ってるうんだからあのー、格闘技でも試合の前のとことか結構映すもんね今最近そうかやっこう、うん、感情移入してさ見れるしうん、うんうん、あのーあうん、それまではやっぱこうそういうとこ全部こう あのなんていうか客してたんやんかそれがだいぶ出てくるっていうかそこに魅力を感じるんやなと思ってうんあとあと思ったのがその親にねちょっとハウステンブスがいいから行、うん、かへんって言って旅行を案内してたんよ、うん、でも取撮ろうかと思ったら親がハウステンブスの YouTube を見たらしいのようん、うん、ほんなら結構そうかちょっと園内は 広いし大丈夫かなとか言ってその下見できへんねんなあれ今ようできてるよねうそういう意味ではだから自分に向いてるかどうかってわかるやんかはい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 どれあのー、ちょっと歩くのしんどいけどここは楽しめるかなとかってそうだからしなんとなくその楽しめんのがいい楽しめるとか下見しやすいね YouTube あったら、うん、そうやね下で動画やからわかりやすいもんね そうそうそうあこれは、うん、あこうきついなとか多分登山一つとってもさ、うん、ある程度山の YouTube あったらさ、うん、この山も俺ら無理やろうとかで装備とかも初めて行くんやったらもう大きなるやんはいはいはい,はい,はい、はい、<laughs> あのでもあこれで行けるんやっていうのが分かるとまあここまで持っていく部分を YouTube 見たことにちょっと減らせるとかそうやねいるもんといらんもんも、うん、だって俺らとかも海外行くときにさもんだら、うん、あい海外の 地球の歩き方みたいなやつ見てさ、うん、もう情報としては何度とかさ何月何度みたいなそうか何月日本のじゃあ6月と同じぐらいの気候やったらこうやとかっていう情報しかないけど、まあ、映像で見たらなわ、うん、かるもんねわかるもんなやっぱ、うん、いやすごいね、うん、すごい便利な世の中って大変やけどうんそのムッシュさんは、うん、会ってないねまだ会えてないねや あってないあっ,ってないよ、全然あってないよ。うん、俺だって、笠木ってことないもん。うーん。ああと、松野の同僚の方ですごい YouTube 綺麗に撮ってはる先輩やったっけあ、斉藤、ね、君,君ね。斉藤さんっていう方。うん、えっ、ー、と、えっ、ー、と、後輩やで。後輩って言っあ、後輩なんや。年、うん、は下やで。僕、京都で大阪やから、彼は。あそうなんや。うん。 松野に教えてもってさ、あのユーチューブも<う>見せてもうたことはめっちゃドローンとか使って<う>った、ね、もうそれはあのなんなんていうの、最初の一発目で使うネタちゃうとか思って。いや俺め,め綺麗に撮って俺,、ね、俺もそのまずに教えてもって見たらさ、あのー、川の中でこう、うん、もう寝転んだはってさ、<laughs> そこであの豆腐を食べはるな。うんうん、あのーうん、実際にこう湯ば湯ば のような状態から豆腐作って、豆腐食べはるやつ <laughs> あれようできてるねいや、あのー、なんちゅうのかなその本数出せへんねいや、もう、あれほんま、だからテレビみたいな、あれ見てたらうんうんあのー、<laughs> 農学士とは思えへんやろ <laughs> いや、あのー、斎藤さんってやったはったなんか、プロプロじゃないなんか、経験なしであこまでいけんの なしや、やななししと思うよなしであのクオリティいけんのなんか撮り方もさ、うん、なんかほんまのカメラマンさんみたいなアングルから撮ったんか、すごいな。あ,<れ>あの奥さんがドローン飛ばしたりとかしてんねん。飛ばせへんで普通嫁ドローン。<laughs> むずいね、やったことないけど。でもあのー、あれらしいで、あのー、一発目で一回水没させたらしいで。ああ<ー>。<laughs> でもなんかすぐにあの、交換できたからよかったらしいんだけど。うう <laughs> うんうん、うん、うん 確かにドローンって要さガーッ上がっていくやんか、うん、上がっていくけどさそこで見せたらもうどっか分からへんところ行ってそすごい寂しい思いすることあるやろな <laughs> <laughs> 絶対見つからへんらいやなんかあの期日はちょっと羨ましいなと思っていやだからほんまにだから、うん、もうむちゃくちゃクオリティ上げて短く上げ出していくのかうん、うん、そう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 彼 20,、ね、20分の動画で上げ,上げてるからね あのクオリティーでな。どんだけ撮ってんねんっていう話や。どんだけ撮って編集して。いやそれこそさちょっとあの今度の10月25日これやったらもう多分出てる後ねんけどだからドラマ出てんねんね。あ前言うてたやつ松のそうそうそう YouTube え脳の講座とドラマっやってんねんけどまあドラマ大変ね。 あそれってどういうドラマやったっけあの、P、?PR ドラマみたいな感じやったっけいやいやそのなんていうの講座を、うん、まあ僕が脳の解説とかしてんねんけどその脳の解説を、うん、に至るまでだから、ねうん、女の人がこう記憶をなくさはってその記憶を取り戻すために脳の講座を受けるっていう、うん、ちょっとまあまあ強引なつ <laughs> ながりねんけどそういう設定でやってんねんけど、うん、でそれがそのまあ言ったらさ 引きで取るやんはははいはい、はいで次アップでとかそそそうそうそう,そう同じことせえなかんやん。いやだからほんま大変例えばだからあの何、ー、ていうかこう一つのこう社員でもカット割りするやんか。ほんなら例えば、うん、俺もあ再現ドラマみたいなやつを出し,し持ったことあるからさ、うんうん、ほんまのドラマとかもう再現ドラマだけど例えば乾杯って言うとするやん、うん、ほんならまず位置もらえますかとか言わはるのよ。 どこで止めるかというのか乾杯のこの位置を決めといてここに持ってきてくださいのレベル。いや、もうな、しかも、えっとうん、この間撮ったんは7話か8話ぐらいのを撮って次3話に戻ったんやねな。はいはいはい。ならもうなんか、あのよう分からんないようになってくんねどこのシーンがねかね。いや、シーンというかそのテンションが。はいはいはい。だ,だんだん、その、言ったら,ったら、えーと、記憶をなくした女の人が、うん、まあ言ったら、 あの何回もこう講座を受けていくうちに近づいてくるわけやんか。はい,はいはいはい。あのなんていうの距離感記憶が、うんうんうん。だから最初は割と近づいた状態の距離感で次もっかいもっ話すみたいな。そうそうそう。なるほど。えそれどこで見れるのもうユーチューブ。ユーチューブで。で、うん、誰が撮った春のその主催というか。えっとね、えっ、ー、と京都の芸術センターっていう。うん、あのーまあ。のま えと京都市かながやってる、うんその、なんていうか、建物があって、そこの中の、はい、えとある部署、太郎っていう部署の,のところのチャンネルというかな。で、ほな京都の,その芸術のサイトから見れるわけよね。<う> <laughs> 京都芸術センター太郎みたいな感じでうん、うん、検索してもらったら見れる。あほんなそれ、第何話見よ第何話。 待つのが出て全部全部全部あっそうな 1>, 1話から10話までえ10かなうんまで全部出てるよ何分ぐらいのドラマえっと15分ドラマ部分は数分で講座があってうん、うん、最初と最後にドラマ部分がある感じああそういうことかだからそのその数分のドラマに何本も出てんねやそうそうそう,そうであと講座とやってんねんな あ、松野がやってんねやそう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 そ,うそれめっちゃ面白いそれえもう見れるの ?10 月25日からあ十10二25日から松野大根やったら笑ってもらうけどなじゃあほんまな大根っていうかなあのどう喋っていいか分からへんねでもの本人やろだから役柄は能楽師というか別に刑事やるわけでもないやんかう,うん、だけ,だけどあの俺らってその、うん、古い言葉は喋れるやん、うん うん、常日頃それをやってるやんか、うん、でもこの言葉で何かの役をするって、うん、まあ難しいわ、うん、<laughs> でもお前それ本間のドラマ本間のドラマっていうか、まあ、例えば刑事ドラマ来たらお前言うたら犯人け刑事役で来て言わなあかんねんで「お止まれ!」とか言ってそうやそうやそうやその台本来たらそういうもんやから「止まれ!」とか言ってそれがまたな台本がないねんないんかあそうなん うん、設定だけ言われて自分でその場でセリフ考えて <laughs> うん、ね、そうなんやおうおうそうほんであのー、だからセリフがないからおうおうどこでカットとかもないねんなおうおうはいはいそれ難しいなそれおうおうカットとかも自分で書けんねおうおうあそうな <laughs> 自分でこのセリフ終わりってなったら <laughs> <laughs> はいみたいな感じで終わんねん <laughs> そうなんや それあ新しいね、それ見たいな、それ。台本がないってさ、だ自分で考えたものを何回も言わなあかんねんな。台本がないから、もうそこで覚え込まなあかんねん。んねん<笑><笑>それちょっと、見るわ。絶対見るわ。見て,て、<laughs> 見てちょっとあの語るわ。次の次ぐらいで。<laughs> <laughs> ちょっとドラマ先輩やしな。<laughs> タ,イタイトルもペイント。貼っとかれへんのかいな、これの下に。あ俺は、ね、もうあの紹介してるから。 <laughs> え松野のこの YouTube 見たら入ったら見れるドラマリンクするリンク貼っとくのえっとちょっと前にその CM を出してんねんな、うん、でその CM のドラマーえ CM を俺が紹介してる動画を上げてるんでうん、うんうん、またあのー、そのそ25日始まったらまた上げるけれどえ、だから松野の YouTube を見たらそのドラマが見れんのそうあのそっからドラマ見てるんでそっから飛んでもらいたいね あ飛ぶときには松野のこの YouTube の下のとこ,のとこ,のとこに画用出てるから。要欄は貼っといてよ。うん、そうそうそう。いける。見るわ。<laughs> <laughs> それ見るわ。<laughs> ちょっと見てみて。まあ、なか,まあ、なかなか、あのー、<laughs> しんどいで。<laughs> <laughs> それはちょっと一回語らせてもらおう <laughs> この次の次ぐらいに語らせてもらおう <laughs> そう、ちょっと、あのー、<laughs> <て>再現ドラマー。 先輩やしな。敗 <laughs> 線としてちょっと、酷評してみてください。<laughs> うん、<laughs> じゃあまた、あのーえー、次回の動画で、えー、お会いしましょう。ありがとうございました。あでした。ありがとうございました。